いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回は地図アプリの大定番 Google マップについて使い方のまとめを制作いたしました。ある程度網羅的に機能をご案内しておりますので、ぜひ保存などして困った時などお使いいただければと思います。スマホのコンシェルジュでは豊富な指導実績をもとに、スマートフォンの使い方に関する動画を制作・配信しております。300本以上の動画教材を無料配信しておりますので、ぜひお役立てください。それでは今回もよろしくお願いします。では早速見ていきましょう。こちらが Google マップを開いた最初の画面です。位置情報の使用を Google マップアプリに許可している場合、ご自身の現在地も中心に青い丸で表現されます。向いている方向に青いレーザーが出ているように見えます。1本の指で画面をなぞると、ぐりぐりと地図を動かすことができます。2本の指で地図を狭めると縮小。逆に広げていけば拡大となります。地図の拡大縮小は1本指でも可能です。どこでもいいので、1本の指で地図をポンポンとダブルタップ後、そのまま指を画面から離さずに上方向にスライドすると縮小、下方向にスライドすると拡大となります。基本的に片手で操作するような小さめのスマホなどでは非常に役に立ちますので、ぜひ覚えておいてください。アプリを開いたときは北が上として表示されますが、2本指でぐるっと回転させることも可能です。地図は回転させないと読めないというタイプの方いらっしゃるかと思いますが、一応これでスマホ自体を回転させなくとも、ある程度自由に向きを変えることができます。とはいえ、スマホを持ち替えた方が楽なような気もします。このコンパスを一度タップすると北向きに戻ります。2本指で画面を上方向にスライドすると視点を真上から斜めに傾けることも可能です。ここのソーダリンのようなアイコンをタップすると、どこの地図を表示していようと現在地を中心とした地図に戻ります。非常に利用頻度の高いボタンです。地図上のアイコンや名前の表示されている場所をタップすると、そこについての詳細が表示されます。何もない場所でもタップすると、住所や通りの名前、そこの建物が表示されます。以上の基本操作をまとめると、このようになっています。適宜一時停止等でご確認ください。画面には様々なアイコンが出ていますが、基本的に使うものは限られています。まず上部は検索欄です。ここに好きなキーワードを打ち込み、目的の場所を探します。ちなみに施設名を指定する以外にも、意外と曖昧な言葉でそれにマッチするものを引っ張り出してくれます。こんなことがしたいなと感じたものをそのまま入力してみると、思わぬ発見があるかもしれません。その下のボタンも検索の補助として、公園や観光スポット、カフェなどがワンタップで検索できるようあらかじめボタンとして配置されています。右上にはプロフィールアイコンが配置されていて、細かな設定や Google アカウントの詳細画面に遷移することができます。画面下は様々な機能に移動するタブのような仕組みになっています。タップするとこのように画面が切り替わっていきます。こちらは他のスマホアプリでもよく見られる画面構成ですが、Google マップにおいては頻繁に使うボタンはありませんので、基本的にこの通常の地図モードである一番左のスポットというボタンに照準が合っている状態が常だと思ってください。
このあたりにこの地域の最新情報という画面が少しニュッと突き出している場合がありますが、これは他の利用者による付近のスポットのレビューが表示されます。こちらも参照することはそんなに多くはないかと思いますが、現状オンオフを切り替えることもできませんので、不要であればひとまず無視してください。その他、この四角が重なっているようなアイコンから地図の種類を航空写真や地形図に切り替えたり、地図でメインに表示する情報を選ぶことができます。航空写真にして交通状況を表示するといった組み合わせが使えます。ただし航空写真は通常の地図よりも高精細な画像データとなりますので、データ通信の量が増える可能性があります。月々の契約データ量の少ないプランの方はご留意ください。またこの地域の気温もここに表示されているほか、タップすると大気質という PM2.5 などの汚染物質濃度で判定した大気汚染のレベルを地図上で確認することができます。青が一番濃度が低く、東京も全体的に見るとほとんど水色や緑色です。ですが地図を動かしてみると、東京駅周辺などでちらほら警報と表記されるオレンジ色の領域も見られます。では次に経路検索の方法や関連する機能について見ていきます。まずはどこか適当に目的地となる場所を決めます。例えば今回は東京天然温泉と検索して出てきたここをタップしてみます。タップした場所には赤いピンが打ち込まれます。画面下にその施設の詳細が表示され、すぐこちらに経路というボタンが出てきますので、タップすると現在地からこの施設までのルートや所要時間が算出されます。ここで移動手段を切り替えることができ、車、公共交通機関、徒歩、タクシー、自転車とそれぞれにモードに応じた案内が表示されます。例えば公共交通機関を選択した場合を見てみます。いくつかのルートが提案されていますので、自身の都合に合ったものをタップしてみます。情報量多くて少し見づらいのですが、駅の混み具合や入り口、乗車するべき車両、出口の番号などかなり詳細に案内が記載されていることがわかります。このあたりは Yahoo の乗り換え案内アプリの方が見やすいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ここのエリアにもいくつかボタンがあり、出発時間の調整、逆に何時に到着するかで検索をかけたり、終電となる時間を検索したり、乗り換えアプリでできるようなことは網羅されています。ここの上下の矢印のボタンはタップすると出発地点と到着地点が入れ替わります。これで帰りの道順を調べることができます。この入力欄はそれぞれタップするとそのままベタ打ちで文字入力をすることも可能ですので、別の場所に変えて再度ルート案内を行うということもできます。経路検索においてよく使う自宅や職場などはあらかじめアプリに覚えさせておくことで、もろもろの操作が非常に簡潔になりますので、設定しておきましょう。右上のプロフィールアイコンをタップして、設定と進むと、こちらに自宅や職場を編集とありました。次の画面で自宅の住所を設定と進むと、住所をそのまま入力するか、または地図上から選択するような画面が表示されます。住所を入力してみると、こうして自宅として登録されました。これを設定しておくことで、以降、地図画面ではここに自宅ボタンが常に出ていて、タップするだけで現在地からのルート検索が起動したり、検索画面においても入力欄すぐ下に各種設定した自宅や職場のボタンが出てきますので、タップするだけでそちらを目的地としたルート検索が行えるようになります。
自宅と職場だけでなく、それ以外の場所も登録できますので、親族の家などよく行く場所は登録しておきましょう。ちなみに Android では、ここで設定した自宅と職場に関しては、ホーム画面にもそのまま置いておくことができます。どういうことかというと、ホーム画面のマップアプリのアイコンを長押しすると、このように自宅と職場がボタンとして用意されています。これは Android のショートカットと呼ばれる機能で、よく使う機能に簡単にアクセスするための近道として用意されています。他のアプリでもいくつか用意されている場合がありますので、ぜひ長押ししてチェックしてみてください。タップすると、やはり現在地からの経路検索が起動します。ショートカット、もう一つ便利なポイントとして、これを単体でホーム画面にアイコンとして配置することができます。この自宅のショートカットボタンを長押しすると、アプリのアイコンを動かすのと同じ要領で、ホーム画面の空きスペースにそのまま配置することができます。これにより、いつでも簡単に自宅・職場への経路検索を実行できるようになります。移動の多い方はもちろん、親御さんなど操作の不慣れな方のスマホに設定してあげると喜んでもらえるかもしれません。また、例えばバスがメインの移動手段であるという方は、公共交通機関のルート検索時、ここの移動手段というボタンをタップすると、優先する移動手段を決められるスイッチがあります。ここでバスのスイッチをオンにして左上のバツで画面を閉じると、ルート検索がバス優先で算出し直されました。ちなみに少し手順が複雑なので覚える必要はありませんが、Google マップはバスの情報も意外と掘り下げられます。例えばこの画面のバスの便名をタップすると、そのバス停における時刻表を確認できるようになっています。さらにそれぞれの便をタップすると、その運行状況を把握できます。それぞれのバス停において何分遅れて走っているかまで記載されていました。またよく見るとこのバスのアイコンはゆっくりと動いていて、現在このバスがどのバス停間を走っているかまでリアルタイムで確認することができるようになっています。自動車のルート検索に関しても様々なオプションが用意されています。自動車での経路検索時、右上の3点アイコンをタップすると、いくつかメニューが表示されました。こちらのオプションでは、有料道路や高速道路を使わないルートで検索し直すことができます。また、経由地を追加とすると、出発地点から目的地までの間に別の目的地を挟むことができます。こんな表示が出てきますので、まずはこちらに新たに立ち寄りたい場所を入力します。例えば浅草の浅草寺と入力してみました。はじめは最終目的地がそこというふうに表示されますので、この右側の棒線のアイコンに触れたまま浅草寺の欄を上下に移動することで順番を入れ替えられるようになっています。こうすることで再度ルートが算出されます。また、経路沿いを検索では、その道筋において立ち寄りうる位置に絞って、レストランやガソリンスタンドなどを検索したいときに使います。例えばこのガソリンスタンドのアイコンをタップすると、経路から近い位置にあるスタンドがずらっと検索されました。経由地として追加するというボタンがついていますので、タップすると先ほどのルートに埋め込まれました。続いて、特定の場所をタップした時のこの画面、大変多くの情報が記載されており、少し見づらく感じる方もいらっしゃるかもしれません。何が書かれているのか簡単に確認しておきましょう。上にスライドして引き出してみると、写真など様々な情報が格納されたページが開きます。まずこの部分は左右にスライドできるようになっていて、ここだけで非常にたくさんのボタンが並んでいますが、一
とまず経路ボタンがあること以外はあまり意識する必要はありません。場所によってはこの施設に電話したりチケットを取ったりすることもできるようになっています。こちらに並んでいる写真は Google マップの他の利用者が投稿したこちらに関する写真です。その下にはこの施設の基本情報が書かれています。この営業時間はよくチェックする場所になるかと思います。祝日など必ずしも正しい情報になっているとは限りませんのでご注意ください。ここは公式ホームページや事業者によってはインスタグラムの公式アカウントが掲載されていることがあります。その下、最も閲覧する機会が多くなりやすい部分かと思いますが、利用者からのレビュー、口コミが書かれています。5点満点で総合の点数が出ていて、括弧内は口コミを入れた人の総数です。ですのでまずは前提として、ここの数字が多いほど注目度の高い施設であることがわかります。口コミの数も膨大ですが、自分が気になっているポイントに言及している口コミを検索することも可能です。ここのもっと見るをタップして、次の画面で検索ボタンから好きなキーワードを入力することで、それに関連する口コミが絞り込まれます。例えば接客と検索すれば、接客についてコメントしている方のレビューだけが表示されます。ここの口コミの充実ぶりは Google マップの一つの武器となっており、小さなお店にも必ずと言っていいほど誰かが感想を書き込んでくれています。なお他のレビューサイトと比べると若干星が高くつきやすいように思います。4点台の場所がゴロゴロあり、逆に 3.5 点以下となると結構荒れたレビューが多い場所という印象です。気になった場所をメモしておく機能も用意されています。こちらのボタン群の中で保存とタップすると、行きたい場所などをジャンルごとにリスト化してまとめておくことができ、そのリストの中にこの場所を保存することができます。はじめからいくつかリストが用意されていますので、記録しておきたいものにチェックを入れて完了です。リストは画面下の保存済みタブから閲覧できます。一番上の新しいリストのボタンをタップすると、独自のリストもここから作成可能です。リストの名前を入力して、右上の保存をタップすると空のリストが生成されました。先ほどの手順で気になる場所を保存していくことができます。どこかにピンを刺しているとき、左下に小さな写真が表示されます。これをタップすると、このように現地の実際の写真が表示できるストリートビューという機能です。すっかりおなじみの機能ではありますが、初めて行く場所の景観を確認しておきたい場合などに便利です。左右を360度見渡したり、道路に表示されている矢印をタップしたり、画面をダブルタップすることでぐいっとその方向にカメラが進みます。また場所によってはストリートビューの写真は高頻度で更新されており、他の日付を見ると表示される場所に関しては、過去に撮影されたストリートビューも閲覧可能になっています。場所によっては10年以上前から1年ごとに街の景観の変遷をたどることができます。右下の矢印はタップすると地図との2画面表示となり、タップでその場所に移動できます。ストリートビューだけだとどうしても地図上での位置が分かりづらくなってしまいますので、これで地図と実際の景観の両方を把握しながら閲覧できます。左上の矢印をタップするとストリートビュー終了です。このストリートビュー、もちろん対応は日本だけでなく世界中様々な場所を閲覧することができます。例えばフランスの凱旋門を検索すると、やはり左下に小窓が現れ、ストリートビューが起動可能です。憧れの場所をぜひ巡ってみてください。
また最近、有名なランドマークなどを検索した際、詳細画面の先頭にこうした表示を見かけることはないでしょうか。これをタップしてみると、こんな風に現地の精巧な 3D モデルが表示できます。これはイマーシブビューと呼ばれる機能で、比較的最近実装されたものです。通常の地図と同様、一本指で場所を移動したり、二本指で回転させたり、視点の角度を変えたりといったことが可能です。まだ対応エリアとしては東京を含む世界の主要都市がメインですが、ある程度広いエリアを空中散歩することができます。右下の気温が書かれたアイコンをタップすると、時間もコントロールすることができるようになっていて、その時間の天気や太陽の位置まで反映されたとてもリッチなグラフィックが表示されます。夜になると街灯が灯ったりもしますので、非常に綺麗な景色を眺めることができます。画面のどこかをタップすると、その場所のストリートビューに移行する作りになっています。また経路検索時、車や徒歩、自転車を選択している場合に、左下に小窓が表示されますが、こんな風に立方体のアイコンが出ている場合、タップすると先ほどのイマーシブビューが表示されました。動画のような再生ボタンもついていて、出発地点から到着地点まで、ルートを鳥の視点から眺めるような映像が展開されます。自由に一時停止することができて、一時停止中にどこかをタップすると、その地点のストリートビューに切り替わります。この飼育バージョンの丸いアイコンは自由に動かせるようになっていて、再生地点をコントロールできます。また曲がり角ごとにチャプターが区切られているようで、送るボタン、戻るボタンで操作します。やはり主要都市以外では表示できる場所は少なく、おそらく指定した地点間がどちらも途切れることなくイマーシブビューに対応していないと表示できないかと思います。眺めているだけでとても楽しいのですが、技術的には膨大な量のストリートビューや航空写真をAI によって融合させているとのことで、バッテリー消費や通信量は大きくなりそうに思います。実際かなり端末が熱くなりますので、夏場など外気温の高い状態で長時間使うとスマホの調子を崩す可能性もありますので、その点だけご留意ください。続いて、 Google の検索機能と地図アプリを融合した機能として、マップ版の Google レンズが用意されています。検索欄に常にこの Google レンズのアイコンが用意されていますので、こちらをタップしてみると、このように周囲の景色をカメラで映しながら、その方向に何があるかという情報を画面上に表示してくれます。そのまま起動すると、ランドマーク的な建物の表示が多く、渋谷からこのように皇居が表示されます。画面下にボタンがあり、ここから探す対象を徒歩5分以内にある特定のものに絞り込むことができます。例えば ATM で試すとこのようになります。これで現実的に徒歩で行ける範囲にあることがわかりますので、いざという時には重宝しそうです。またカメラを利用した機能として、もう一つライブビューという機能があります。経路検索時にこのようにライブビューというボタンが出てきますので、起動してみます。するとこうしてカメラ越しの映像に組み合わせて目的地までの経路を示す大きな矢印のアイコンが画面上に表示されるようになりました。曲がり角などでもきちんと案内が出ますので、地図を読むのが苦手な方でも安心です。1点、歩きスマホになりやすいので、その点はご注意ください。続いて、
最近別の動画でも取り上げましたが、Google マップのタイムラインという機能の仕様変更が物議を醸しています。タイムラインはそもそも自分の移動や滞在の記録を Google マップに残していけるという機能で、日々詳細な記録が残っていくので、日記代わりに活用されている方も多いかと思います。タイムラインはプロフィールアイコン内のタイムラインという項目に格納されており、開くとこのような画面が出てきます。こちらはとある日の行動履歴ですが、ここで任意の日付を指定することで、その日の自身の行動をマップ上で振り返ることができます。そもそもこのタイムライン、デフォルトではオフ、記録しない設定になっていますので、一切データがないという方もいらっしゃるかと思います。タイムラインのオン・オフに関しては、右上のボタンをタップすると、記録するかどうかを設定する画面に遷移します。このタイムラインですが、最近大きな仕様変更が入り、困惑する方が続出しています。というのも、今まで同じ Google アカウントにログインしていれば、どのスマホからでもパソコンからでもタイムラインのデータを閲覧できたのですが、突如 Google からお達しがあり、これからはそのデバイスの中だけに保存するという仕様となるため、他のデバイスからは閲覧できなくなり、パソコン版は廃止されることとなりました。これに関して不便を訴える方も多いのですが、それに加えてこの変更に伴いタイムラインのデータが欠損してしまったり、内容が一部変わってしまった、はたまた消えてしまったという方がいらっしゃるようで、不満の声が続出しています。タイムラインの設定がオンになっている方に Google からメールが来ているかと思いますが、対応は期限ギリギリまで待ってみてもいいかと思います。詳しくは別の動画にもまとめておりますので、そちらをご参照ください。概要欄にリンクも貼っておきます。ぜひご活用いただきたい機能としてオフラインマップというものがあります。これは必要な地図データをあらかじめスマホ内にダウンロードして保存してしまうという機能です。これにより、Google マップを使用するたびに都度発生するデータ通信を最小限に抑えられたり、通信のないエリア、特に海外などでも地図を閲覧できたりといったメリットがあります。プロフィールアイコンをタップするとオフラインマップとあります。ここから世界中どこでも好きな場所の地図をダウンロードしておくことができますが、アプリからはおすすめの地図として主な行動範囲と考えられる自宅周辺の地図がダウンロードの候補として提案されていますので、ひとまずこれをダウンロードしてみます。ダウンロード範囲にもよりますが、基本的にはかなり大きなデータをダウンロードすることになります。私の場合は約 640MB ということでした。必ず Wi-Fi 環境下で実行するようにしてください。またこの分スマホのストレージを消費しますので、こちらもご留意いただければと思います。ダウンロード少し時間がかかりましたが、無事このように完了しました。利用にあたっては特にこのダウンロードしたマップを適用するといった設定は必要なく、完了した段階でオフラインマップが活用されていくこととなります。普通に使っている分には変化はあまりわかりませんが、動作が速くなったと感じる方もいらっしゃるかもしれません。先ほどのプロフィールアイコンから再びオフラインマップと進むと、ダウンロードしたデータの削除も可能です。ストレージを開けたい場合、意外と盲点となりうるところですので覚えておいてください。以上、Google マップの使い方について見てまいりました。何か今後取り入れていただけそうなものがありましたら幸いです。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。気軽にコメントやチャンネル登録いただけますと幸いです。またメンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。